はいどうも、こんにちは、こえでございます。今回はですね、まあ、金土とね、まあ、いろいろと発表されているわけなんですけれども、もうね、青川セカンドライブについてのですね、情報が、まあ、いろいろと出揃ったということでね、今回はそれらを見ていきたいなと思います。本日6月24日、アクアセカンドライブについてのですね、情報が、まあ、いろいろと出たということでね、まあ、今回はそれらについてチェックしていきたいなと思います。はい、ということでですね、見ていきたいなと思います。まあ、こちらにアクアセカンドライブの、ホームページですけれども、これはですね、もう昨日から言われてるんですけれども、一般販売のご案内ということでね、もうすでに一般販売、始まっております。はい、皆さん、ね、チェックお願いいたします。で、今回はですね、西武ドームに関しては、芝生指定と立ち見指定の販売が決定いたしましたということでですね、また日本外資ホールでも立ち見指定も、今回購入ができるということで、やっぱりそうきたかという感じでございますね。で、西武ドームに関しては、もう立ち見指定と芝生指定、これはね、もう大体想像がついてました、実は。はい。というのもですね、やっぱり、あそこ芝生があるんですよ。まあ、芝生があるんですよっても、わかりづらいかと思うんですけども、下見に行ったから僕分かったんですけど、芝生があったんですね。で、ここ絶対なんか、立ち見席的な感じにするんだろうと思って、まあ、見てみたらやっぱり予想通りやったということでね。一般販売はですね、今回は抽選で行われまして、もうすでに始まっております。はい。そして、6月27日まで、結構長くはないですね。はい。たったの3日間です。はい。まあ、そしてね、二次販売もですね、これも抽選であるということで、これは7月からですね。抽選が行われます。まあ、抽選のね、受付が始まります。こちらにはですね、まあ、料金が書いてありますね。全席指定席の場合は8800円。で、立ち見席は8300円ということでね、たった500円しか値段が違わないというですね。立ち見指定席、これメットライフドームですね。まあ、これは8300円。芝生指定、これもメットライフドームだけですけど、これは7800円ということでね。芝生指定が一番安いということで、芝生指定なんで安いかというと、まあこちらにも書いてあるんですけれども、見切り席がありますよと。見切りの場所があるんですよ、実際。これ僕下見に行ったんですけど、芝生指定あったんですけど、モニターとかステージの本当、真横なんですね。左右に存在するので、なんて言うんだろう、ステージが見えないんですね。なんで本当にこれは見切り席と、もう言ってもいいぐらいの、席でございます。まあ、ただね、当日はまあね、そこ一箇所にステージができるだけじゃなくてね、まあ、通路もね、いろいろと多分できると思いますので、完全になんて言うんだろう、公演が、アクアのライブがね、100% 見れなくなるとか、そういうわけではないと思いますのでね、まあ、そこはね、余計なお世話かと思いますが、あんまりね、大げさには、心配はしなくて大丈夫です。そして、ライブビューイング情報、これも見ていきましょう。まあね、ライブビューイング、今回も決定いたしました。はい。まあ、予想通りっちゃ予想通りですね。はい。ツアー公演だからやらない可能性も僕はあるんじゃないかというふうに言ったんですけども、やっぱりそこはね、まあ今回倍率も高いということでね、まあ運営もやるという決断に至ったんでしょう。ただしですね、これライブビューイング、本当に注意していただきたいのは、名古屋公演と神戸公演、この2つに関してはなんと、1日目しかやりません。名古屋公演、これ本来ね、8月5と6にあるんですけれども、ビューイングに関してはなぜか1日目しかやりません。神戸公演も同様に8月19と20にあるはずなんですけども、これもなぜか1日目しかやりません。そして埼玉公演はこれは両日、ライブビューイングを行います。果たしてなんでね、この名古屋公演と神戸公演、地方公演に関してはビューイングを1日だけしかやらないのかっていうのはね、これちょっと疑問に思ってる方も多分多いかと思いますが、ちょっと僕もこれは謎ですね。そしてですね、チケット料金も書いてありますけれども、全席指定で、3500円となります。入場者特典はですね、ポストカードがもらえるということで、全3種類の各会場ごとにデザインが異なりますということで、まあね、このポストカードね、まあ、僕としてはやっぱり絶対欲しいんですよね。はい。なんで一応これもね、全種類ポストカード、回収を集めて、まあ、頑張りたいなと思います。開催場所は全国の映画館ということでね、まだこれもしかしたら劇場書いてないんじゃないかな、もしかしたら書いてあるかもしれないんですけども、先行抽選受付はですね、もう始まってます。名古屋神戸公演に関してはもうすでに始まってまして、6月の24日から7月の2日までですね。はい。これは結構長いです。そして埼玉公演は8月から、ビューイングは先行抽選受付が始まります。はい。そして、名古屋神戸公演のライブビューイング一般販売は7月の15日から。つまり、名古屋神戸公演、地方公演の、ビューイングの一般販売に関しては15日なんか、7月の15日からなんですよ。ただし、埼玉公演に関しては、一般販売は9月の2日からということでね。まあ、埼玉公演はね、9月に行われますのでね、まあそこはギリギリになったらね、販売をするという形なんでしょう。
はい、ということでですね、今回は、ちょっとね簡潔な動画となってしまったんですけども、アクアセカンドライブ、に関するですね、一般販売が始まったということと、ライブビューイングも同時に発表されたということで、今回お届けをいたしました。もしねこの動画いいと思ったら、グッドボタン&チャンネル登録をしていただければ嬉しいです。ではね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、コウヘイでした。バイバイ。